型東芝 Z51。 いつもの街から北へ250マイル、ツインカム16ツーボックス上級生 FX トヨタカローラから。シャーベクシャーベクひゃくひゃくい、あれシャーベクシャーベクひゃくひゃくい、あれ氷点下ハウスシャーベク、カフェオレ味出たよ。痛い時以上私は守ります。頭痛生理痛に塩飲みのセデスエイジョ。日本水虫、水虫日本、小林の試し人気、うちの水虫さん日本は嬉しい。日本円で700円。スイートキッス、ニュータイプドリンク、ベータガンダム新登場。俺に惚れるとクロスするぜ。俺たちカルタス、鈴木カルタス。これが新装になりましたハルソノダのコスチュームであります。よく似合います。またエルボを打った、スティブリガルを追い詰める。さあグーッとデストロイヤーコーナーまで追い詰めました。デストロイヤーを呼び込んでくる。デストロイヤーとハル・ソノダの一騎打ち。素顔に帰ったハル・ソノダ、どういうレスリングを見せてくれるんでしょうか。まあいろいろとこのイメージチェンジが必要と言っておりますハル・ソノダですが、山田さんはどういうふうにしたらいいと思いますか。そうですね、やっぱりねこの人の場合はね、やっぱり非常にあのジャンプ力のある人ですから、思いつかない、あの飛び技をね、はい、もう少し開発してもらいたいと思います。今見せましたフライディング、フライングヘッドシザースホイップ、はい、あれあのあたりは自分の持ち味になりそうですね。そうですね、あれをねもう少し思い切って高く飛んで、でひねりを効かせる、はい、まあ、そういった工夫が必要ですね。ただやるだけだと誰でもやりますからね、あの自分の技にしていくと。でやはりね、10年も20年も前のプロレス界と違いましてね、今はね誰がどの技をやってもいいという時代になってるでしょ、そうすると例えば同じフライングヘッドシザーズホイップにしても、はい、その他のホイップというふうな言われ方をするようにならなきゃダメですね。あ、そうですね、さあザ・デストロイヤーの味のあるレスリングが続いています。山さん、再びデストロイヤーの話になりますが、最近の外国からの情報誌を見ますとデストロイヤーのアメリカでの試合がなかなか出てこないんですけど、はい、試合はどうなんですか最近。今はね、例えば多い時で週に一度とかですね、はい、あるいは月に2回とかというふうにね、ほとんどカナダでの試合が多いですね。ははは、はい、それからアマチュアにレスリングを教えたりしてるそうですね。そうです、いわゆる故郷のですね、自分の家のある町、これ3000人ぐらいの、ね、アクロンという小さな町なんですが、ね、そこでね高校のですねスポーツのコーチをやってるんですね。あ、そうですか、はい、ですからこれはね意外だと思われる方もいらっしゃると思うんですが、なんと水泳のコーチなんです。あ、そうですか、はい、でこの人は少年時代は大変にね名スイマーだったんですね。もう実にね素晴らしい泳ぎの選手、はい、それで今もそのもちろんフットボールなんかも教えるしレッスンも教えるんですが、中心は水泳の先生だそうです。そういえばこの父親の血を受け継いだんでしょうか、長女のモナ・クリスちゃんがカリフォルニアで水泳で名選手なんですよね。そうですね、はい、さあドロップキックを打った、
得意の足四の字固め。八戸のお客さんから歓声が沸き起こっておりますが、佐藤明夫クリア。やっぱりね、今はね、佐藤選手のね、守りがうまかったっていう方がね、いいでしょうが、デストレイヤーに往年の迫力はないですね。今度はスティーブ・リーガーが対策からあそこで足の文字一気に決めたんでしょうね。そうでしょうね。さあ、ハルソノダ、まずブレンバスター。スティーブ・リーガルを後ろに投げ返します。AWA 県からやってまいりました、あのバンガミアの傷箱スティーブ・リーガル。しかし小林の前に屈しました。どうしてもインターヘビーのベルトは取れませんが、現在は世界ライトヘビー級のベルトは持っているようであります。さあトラースキック、春園田です。デストロイヤーが入ってくる。さあ両陣営熱くなってまいりました。動きが非常に山さん速くなってまいりました。そうですね、やはりね、元気者が揃ってますからね。フライズボディアタックはスティーブ・リーガル、そのまま覆いかぶさりました。長い足を駆使して思って空中を飛んでまいります。さあそばっと攻撃は佐藤です。やっぱり、ね、あーっと背中を見せちゃいけない。スティーブ・リーガル、これに覆いかぶさって思い切ってキックを浴びせました。やっぱりね、佐藤選手の動きが抜群にいいですね。いいですね、やっぱりね、この防衛戦を控えるっていう精神的な緊張感があるんでしょうね、はい。さあ佐藤をまず場外に送り込んで、リングの中では春園田デストロイヤー突進。しかしトラースキック、顎の先端にヒットさせてもう1回持ち上げます。いいポジションを取っています。場外では佐藤とスティーブ・リーガル。さあリングの中で勝負がつくかどうか。春園田だ、おっとスモールパッケージホールド、足を畳みましてそのままの姿勢で足4の字に入りそうな、入った。ここで足4の字固め。さあ春園田どうでしょうか。さあどうでしょうか。ベルトを巻いた巻いた。後ろの大会でもやはり足4の字固めでギブアップを取られているマジックドラゴン時代、そして現在素顔の春園田であります。再び足4の字固めの前に屈しました。よりもギラギラした熱い戦いをしたい、天竜長州と燃える戦いをしたい。おっとその芦田原が早速クリスとやり合います。クリスと芦田原のシングルマッチ、30分1本勝負。まだゴングは鳴っておりませんが、あっと今鳴りました。あクリスと芦田原ゴング前から激しい闘争だ。自ら時刻表を見て、吉祥会宿舎を決め移動。会場では控室もリングも練習のためのリングも彼にはありません。直しても自分で手当てをします。そんなロンディースナイパー芦田原とクリスの一戦、両雄燃えています。クリスが踏みつけ、山田さんそれにしてもこの原の勢いもすごいんですが、クリスもやってますね今日は。そうですね、非常にエキサイトしてますね。そうですね。さあそのクリスは芦田原に本部席に打ち付けられました。さあ芦田原の怒りを買ったか、スチール製の椅子を持ってクリスを背中越し、本部室にまるでまな板の上の杭のように打ち据えました。やっぱり今ね、はい、あの原選手がね、本当に手負いの一匹狼という感じでしょう、ですからね、先制攻撃をかけた方がいいという判断だったと思うんですが、そうですね、逆に原選手の怒りに油を注いだような形になりましたね。さあ、そしてブレッバスターはリングの中央です。ゴールに行きます。カウント2、これまでエーゲン、ニークラ、クリスがゴング前の奇襲戦法をするんですが、原は動じません。さあ、帰ってくるところを落とした。おっと、クリスが飛んだ。ジャンピングレッグブリーカードロップ、なかなか動きはいいですね。そうですね、やはり軽量ですからね、はい、こういうスピーディーな攻撃がいいですね。4月31日にはこの芦田原、カーンと一騎打ちも決まっております。控室の表現はどうですか。控室の表情なんかはどうでしょうか。非常にね、黒いね、影を背負って歩いてるような感じでね、不気味なものがありますね。さあそろそろその不気味なアウトローの迫力を発揮してくるか芦田原。さあヒットマンラリアットへのつないか、と出たヒットマンラリアット、クリスの喉元に決まった。カウント3入った。パートナーにね、頼もしい音帯が控えてるわけですから、はい、選手としてはね、もうとにかく思いっきりですね、はい、この巨漢を2人を相手に戦ってほしいですね。さあ選定役は内正信です。キラリと光るファイトが定評です内正信。そして外人組はテキサスレッドが出てまいりました。両者ともに黒いトランクスをつけております。左内正信、
そしてアマチュアスタイルのロングファイツがテキサスレッドであります。アマレス仕込みのファイト一つ、今日はですねテキサスレッド、クラッシャーブラックフェル、相手は大きいんですから、あの得意のカーフブランディング、あるいはミサイルキックぶち込んでもらいたいですね。そうですね、やっぱりね、はい、特にクラッシャーブラックウェルの場合ね、超巨漢ですからね。お、体ごといった、起点手がどういう風に攻めるかね。そうですね、今度は飛び道具ドロップキック、なかなかいい攻撃を見せております。口はソナム、それからこの八戸市体育館、まあ、リング上もそうなんですが、やはり港町ということもありまして、お客さんのエキサイティングですね。そうです、特にね、あの青森県の、ね、お客さんというのは非常に、はい、あの正直でしてね、であのやっぱりいい話題に対してはね、はい、惜しみのない拍手を送りますね。そういった意味からもガンガン行ってもらいたい福島ソラブではあります。ちょっと外人側のチーム捕まってしまいました。さあ、そしてちょっと館内どよめきが起こっております。この大きな体、180cm 180kg、ブラックウェルが出てまいりました。まあ、先週放送のカーンとの一騎打ち、これも見応えがありました。さあ、いったぞ、ショルダーアタックル一発。いやー、いいタックルですね。そうですね、あのね、体からね、あのスピードをどうやって出てくるかと思うぐらいね、正確ですね。やっぱり山田さん、足はですね非常に細いんですよ ね、 あのね、どうして支えるんですか。いや、私もね本当にわからないんですよね、この足首の細いってところがやっぱり運動能力のたくさんあるということを示しているようですね。そうですね、それから練習を本当によくする選手ですもんね。そうですね。さあ、今度はテキサスレッドが出てまいりました。レッドも調子を徐々に開幕戦から上げてきたんじゃないですか。そうですね、だいぶね、あの日本のマットにもですね、慣れてきたようですね。ハンセンと組むとなかなか、ね、力を出しますよね。いや、それはやっぱりね、各チームっていうのはね、はい、パートナーとのコンビネーションいかんなんですよね。ですからやはりあのハンセンがね後ろ盾にいるということで安心するんでしょうね。あ、そうですね、またその使いこなすハンセンもこれは大変なもんですよね。もちろんそうですね。さあ、ハンセンとのコンビで今シーズン暴れまくっております、テキサスレッド。もちろんエプロンのクラッシャーブラックウェルもこのテキサスレッド、ともにこのハンセンとのコンビ非常にいいものを見せております。さあ、ここでジャイアンツと馬場が登場であります。大きな歓声だ、東洋の巨人、世界のジャイアンツと馬場登場。テキサスレッドも、さあこちらがドロープ水平打ちカウンターで決まった。思わず天を仰ぐテキサスレッド。馬場は大好きな夏を迎えましたからね、動きどうですか。はい、やっぱりあの暑くなってね、おっと、しかしクラッシャーブラックウェルが後ろからいった。どうぞ続けてください。暑くなってきてからね、あのエンジンがかかってきましたね。そうですね、特に今シリーズのランニングネックフリークアドロップ、これが面白いように決まってますね。そうですね、あれはやっぱり18番アドですからね。おっと、やっぱりしかしブラックウェルってのは動きがいいです ね、 ですね。ただ山田さん、どうなんでしょう、これだけ太ってますと日本の夏答えるんじゃないですか。いや、そうでもないみたいですよ。暑いのはね決して、ね、嫌じゃないって言ってますからね。あ、そうですか。さあ、今度はヘッドロックに捉えました、動きを止めに行きました、ジャイアントババ。さあ、メガトン対決、ショルダーアタック、どっちが振ってますか。今はね、ババ選手がちょっと体勢が有利でしたね。そうですか。ハンセンとの PWF 戦、一騎打ちも控えております、ジャイアンツボバ。さあ、これがクラッシャーブラックウェルだ。やっぱりね、はい、この体の重さではね、ブラックウェルの方がね、圧倒的に有利なんですが、はい、さあ、バボ選手はコツがあるんでしょうね、ああいう体当たりでもね。まあ、山田さん、ジャイアンツボバも過去、人間山脈と言われるような大きな選手はもうたくさん相手にしているわけですよね。そうなんです。ですから、巨漢相手にね、やる術をね、知ってるんですね。あった、クラッシャーブラックウェルを。ハンマーロックから場外へ送り出しました。非常に落ち着いた試合運び、またこのクラッシャーブラックウェルの方もたじろぎません。非常に落ち着いた動きを見せています。さあ、両者リング上、ジャイアントの馬が今度はロープに振った、もう一度水平打ち、今夜2回目2発目。そして16本へのつなぎか、ジャイアント馬場の16本はこの巨漢を200キロを一撃のもとに倒します。いや、どうだ、口とのつなぎだ、口とのつなぎだ。さあ、指令を出したジャイアントババ踏みつけ攻撃、いい連携ですね。いやー、すごいですね。今のね、あの高さからね落下して、両足で落ちましたからね。そうですね、相当効いてますよ。口をうまい具合にコントロールしています、オンタイジャイアントババ。それに応えて、さあ、口ももう一回飛び伸びだ、踏みつけ攻撃。そして今度はジャイアントババか、209センチ35キロが乗った、
ッシャーブラックペルー青い一息。いやこれはたまらんですね。発売のお客様も大喜び。そして円錐切りだ。縁の振動調発揮。もう一発いくぞ円錐切り。これは動きが止まりますね山田さん。そしていい、ね、あ3発目今度は前からドロップキックですね。ドロップキックです。しかしタフですね、はい、タフですね。倒れません。まだ倒れません。チョップの乱打も通じません。今度は反動をつけるドロップキック。ロープにもたれかかった。まだ膝からは落ちません。今度は何を持っていくか。もう一度ドロップキック。倒れません。浮かれ強い。いやあ本当にすごいですね、クラッシャーブラックペルの反撃が始まってしまった。うっとショルダーアタックを見せます。やはり何といってもこの後怖いのはフライングソーセージですね。そうです、押しつぶしですね。うわっといった。そのまま抑え込んだ。カウントさあ、おっと入った。山田さん入りました。はい、入りましたね。あれで決まっちゃうんですか。決まりましたね。完全にね、はい、押しつぶしましたね。It's a miracle. 焼酎クライマックス。バン。ゴルフ、麻雀、カラオケ、テニス。綺麗な文章でスラスラ。手書きなんて古い古い。カシオワード。ゴキュッパ。俺、禁止校。中国は天津丸よ。孫悟空のお父さん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 だ。ああ、みんな神戸においでよ。グリーンエキスポで待ってるぜ。グリーンエキスポ神戸です。二人でグッドナイトまで。夏には夏のギグスポーツ。It's a sunny。男心のコブラです。新発売ウイスキーコブラ。歌詞を引けます。講座1、ロンパックを入れる。2、ランプの通り引く。3、ドキドキしながら採点を待つと。エクセレント。歌詞を引けますトーン12,800円。潮の香りと水の小町特有の熱気が生命の息吹が聞こえてくる八戸市、八戸市体育館であります。さあおなじみのテーマだ。スパン観戦の入場だ。あっとものすごい勢いで入ってくる。まるでテキサスの暴れ者が殺人を上げて突進してくるようであります。さあカウドルがけたたましく鳴り響きます。誰にもその勢いを止めることはできません。先週先々週ジャンボツルタのジャンボラリアットを振り去り、とにかくこのシリーズの発展はすごいぞ。新刊スタンハンセン入場。今日のウエスタンラリアット本家本元の監督です。スタンハンセン。ベテランの異常を見せたい玉砕戦法でしょう。大熊元氏セミファイナル45分の一本勝負で行われます。さあ山田さん、先週先々週放送したんですがインターダックの前哨戦ハンセンがこのジャンボラリアット、ジャンボの右肘を破壊しましたね。そうですね、まあ非常にね今回のハンセンを見てますとね、やはりあの動きにねまた一味違った面が出てきましたね。非常にあの重厚さが増したっていうんでしょうか。はい、以前のねハンセンですとね、ただもう闇雲にね突っ走るという感じだったんですが、やっぱり自分のレスリングっていうのは非常に考えるようになりましたね。先週ご覧いただきましたように机、椅子、ロープ、キック、二人がかり、カウベル、もうとにかくありとあらゆる手段を使ってリンチ、めった打ちでありました。鶴田もあそこまでやられたのは見たことは私ありません。さあ、大熊が意欲を見せている。一発でヘルボをかわしてドロップキック。もうこれは大熊玉砕戦法ですね。そうですね、まあ、やっぱりね大熊選手としたらね、はい、もう勝ち負けを考えるよりも、ね、
どうやってぶつかっていくかというところですね。さあ顔面竹むしり、しかしもうハンセンの反撃が始まってしまいました。大熊コーナーに捕まりました。しかしヘッドバット、顔面ヘッドバットで対抗します。もうヘッドバットを打って打って打ちまくる。それとラリアットの相打ちをして勝てる相手がいるか。ラリアットは俺しか似合わない、このように言ってくるスタイハンセン。今日はこの見せしめに大熊をラリアットで山田さん仕留めるでしょうね。そうでしょうね、やっぱりね、この大熊選手のようなね、突進型の選手はやりやすいですよね。そうかもしれませんね、はい、さあ今度は重いにドロップ、いいですね、胸元に決まった、喉にも突き刺さっています。さあレスタンラリアットでジャンボ鶴田を破壊しました。今夜は大熊を粉砕か。飯切りがここで見られるか。あしかし大熊がおすごいやつだ。放送席までその気迫とこのチョップの音が伝わってきます。しかしハンセンのこういったラファイトはお得意ではあります。大熊を捉えた。大熊ちょっと頑張りは分かるんですが、ちょっとなすすべがありません。さあどうだ、今度はこれ2パット、なかなか見せません。今日はね、ハンセンはいろんなことをやってますね。そうですね、自分のね、一つ のテストだと思うんですね。あーはーはー、これは PWF 戦あるいはインタータック戦への布石。そうです、そうです。なるほど、そういえばパンチ、チョップ、本当にいろんなことやってますよね。今度は場外戦、ジャンピング2バックも出しましたね、おっと椅子攻撃ですか。今度は椅子を持ちました。シール製の椅子、確かに馬場選手も言うように今回のハンセンは違いますね。そうですね、展開します。ハンセン、大熊と大熊もやり返します。ジャイアント馬場がリングサイドに、ジャイアント馬場がリングサイドに来ております。珍しくね、馬場選手が指示を与えてますね、はい、大熊に指示を送っております。ジャイアント馬場リングサイド、背中、大きな背中が見えます。今試合が終わったばかりのジャイアント馬場、さあハンセンがリングの中央グラウンドに持ち込みました。ネックロックしたまんまですね、はい、そうですね、まあしかしこのままでいきますと天竜長州原のラリアット粉砕も十分考えられますが、あとは今度はドロップキックだ。ちょっとね、距離があったんで、甘くなりましたけどね。そうですね、さあそろそろラリアットへの助力でしょうか。なかなかこのお客さんも期待しているんですが、一つ一つ技を確かめるようにハンセンが技を出していきます。さあ大熊が場外へエスケープ、しかしハンセンの前にはジャイアント馬場がいた。はい、馬場とやり合います。馬場の顔面を厳しった、そしてさらに返す中で大熊をリング上に上げた。さあ今度こそいった地獄へ直行、ウエストンラリアット喉元に決まった。カウント入る、カウント3、大熊跳ね返せない。さあ場外ではジャイアント馬場とスタッフ発戦、第2ラウンドがまるで始まったようだ。さあジャイアント馬場を本部席の方へ連れていくスタッフ発戦、やはり狙いはこのジャイアント馬場の BWF のベルトでしょう。ジャイアント馬場の一撃にこの両者の一騎打ちが決まっております。まさにこの大熊にラリアットの本気で本元の威力をデモンストレーションいたしました。触りません、スタンハンセン、このカウベル、ブルロープでジャイアント馬場をめった打ち、すごい荒れようです。いかがですか、この暴走ファイト。やっぱりね、今日は馬場選手がああいう形でね、出てくるってことも意外だったんですが、やっぱあれはね、すごい意識してますね。おしゃれはまず足元からなんて言いますよね。魅力的な男性は足元への気配りを忘れないもの。そこで今日はさりげなく、そして個性的に男性を引き立たせてくれるこの男性用メッシュシューズをご紹介しましょう。これからの季節にぴったりのメッシュを男性的な粗めで仕上げ、通気性は抜群、蒸れずに爽やかで嫌な匂いもこもりません。また素材には高級ヤギ革を使用、柔らかく履くほどに足に馴染み、活動的なビジネスマンの足を疲れさせません。そこは丈夫なウレタンの方、
また傷みやすいつま先部分が二重構造になっており、とっても長持ちします。飽きのこないシックなデザイン、金色のワンポイントをあしらったハイクラスなメッシュシューズ。色は黒、白、茶の3色ある。サイズは 23.5 センチから26.5センチまで5ミリ刻みで揃っています。さて、蒸れずに爽やか男性用メッシュシューズ、お値段は今回1万円と大変お買い得。なお分割は月々2200円の5回払いです。お申し込みは大阪06-648-1000番、06-648-1000番です。お電話お待ちしています。アクションシリーズの中盤戦始まる大会、これより6人タッグマッチによります分断競争が始まります。両軍ともに今夜は最強の布陣で臨みます。今夜の対決は夏の陣の総本山、天王山と言ってもいいかもしれません。まずは長州軍団です。アニマル浜口、安井義明に急遽変わりましてキラーカーンというトリオであります。全員がゴールを目指して志を大きく、まっしぐらの長州軍団。さあ出てきた大将長州力、その闘志は一段と燃え上がっています。長州対鶴田の大激突を前にいたしまして、大将長州力、今何を思っていますか。長州トリオ八戸に参上です。さあ今度は全日本軍団は鶴竜プラス石川隆、現在最も力のある3人組であります。表情はどうでしょうか。さあしかし心配なのはリーダーのジャンボ鶴田、右肘がさらに悪化。長岡大会におきましてハンセンにめった打ちにされながらも勇気を振るって右ラリアットを発進しましたが、その傷口はさらに深くなりました。慎重な表情です。このジャンボ鶴田対インタータッグ対長州力を前に今最悪の状態と言っていいでしょう。パートナー天竜石川が今夜鶴田をかばいながらの軍団抗争、正直なところ全日本軍団に勝利は望めません。まず長州軍団はアニマル浜口、来週は後楽園大会アジアのタッグのベルトに挑戦。戦うモンゴリアン、そのイメージが戻ってきました。キラーカーン、エネルギッシュなファイト、闘争心むき出し、長州力、長州力。夏に向かって荒々しさが出てまいりました。石川隆、いつもファンの心を熱くするファイター、天竜。ジャンボ鶴田、右肘に爆弾を抱えたジャンボ鶴田、白いサポーターが印象的、鶴田鶴田。勝負の方は60分の一本勝負であります。ますます激しくなってまいりました軍団抗争。最近はこのトリオによる軍団抗争をふんだんに皆さんにお目にかけているんですけれども、まあ勝ち星の方は取ったり負けたりという感じなんですよね。そうですね、やはりね、あのこういう形のプロレスというのはね、はい、このファンの方はやっぱり非常に勝ち負けをね、気になさるかもしれませんけれども、私はむしろ内容だと思うんですね。なるほど、結果よりもね、やっぱりプロレスリングの醍醐味っていうのはね、はい、この勝負の内容ですよね。わかりました、さあ維新軍団は長州力、大昇格が出てきた。なれば全日本軍団は当然鶴田でしょう。そうだ、鶴田が行きます。さあ右肘の白いサポーター、まだまだあまり良くはないけれども悪化の方に向かっているんではないというふうに本人は言ってるんですが、これはちょっとポーズのような感じがいたしまして、実は相当痛いんだそうですよ。そうですね、控室なんかの様子をね、はい、ちょっと見ててもね、瞬間的にスッと顔をしかめますね。そうですね、まず俵返し陣を取ります長州力、そしてスッと、やはり相手の弱点を攻めるのがプロレス格闘競技のセオリーだ。しかし、お右肘で今エルボー行きましたよ。行きましたね、さすが鶴田ですね。しかしね、今のエルボーちょっとイマイチですね。そうですか、そうですか、ちょっとかばってますからね。そうですか、今度はサイドのヘッドロック、左の腕を強調いたします。今夜も湿布をして、その上から白いサポーターを二重に固めています。今でも力を入れますと神経がピリピリする状態というふうに本人は語っておりましたが、山さん、こういう言い方をするのはどの程度の痛みなんですか、レスラーというのは。いや、かなり痛いはずですよ。かなり痛い、はい、ただね、
それなりの対処の仕方がありますしね、まあ、もちろん痛み止めもね、使う時もありますし、まあ、自分の腕をかばいながらのファイト、ただ鶴田選手の場合ね、左右両方使いますんでね、はい、非常にそういう点では有利ですね。山さん、しかし今石川隆の出場を鶴田が拒みましたね。そうなんです、やっぱりね、こういうところは鶴田選手との、ね、意地がありますからね。まあ、今日はシックスメンタッグマッチなんで、この石川、それから天竜パートナーに全てを託せば少しは休めるのではないかと思うんですけども、そこが鶴田の偉大さなんですね。そうですね、やはり、まあ、長州選手が出てますんでね、はい、何くそというね、はい、気持ちなんでしょうね。鶴田対長州力の大激突も秒読み体制に入ってまいりました。山さん、内容は非常にこのグレードの高い勝負になるでしょうね。そうですね、まあ、この場合はね、やっぱり勝ち負けってことはね、はい、非常に大きくね、ウエイトを占めてきますよね。ということはジャンボ鶴田が完全なるコンディションで迎えてもらいたいですね。そうですね、さあ相手は長州力からキラーカーン、キラーカーンが出てまいりますと天竜の出番です。 UN のベルトをかけて争いました。防衛に成功した天竜、はい、本当にね、最近の天竜選手を見てるとね、まさに張り切り防衛ですね。そうですね、もうとにかく攻めて攻めてね、攻めまくる、もう自分のパターンが強いですね。本当強いですね。今夜の対決はこの天竜の責任は重い、右の肘負傷のジャンボ鶴田、これを構えながらの天竜であります。今日の場合は天竜が大将と言ってもいいですもんね。そうですね、相手はキラーカーン、とにかくキラーカーンのね、ヘッドロックを取られたのは頭が歪んでますよね。これいかに力が入ってるかっていうことですね。グイ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 攻めつけます。まさに男のロマンを感じさせる最近の天竜のプロレス、力がみなぎるキラーカーンの攻撃に変わってまいりました。キラーカーンが今夜はこのトリオに加わりまして、厚みが加わりました。さあアニマル浜口を呼び込みます。アニマル浜口も今夜は前哨戦だ。石川との激突みたいですね。そうですね、来週の放送はアジアタッグの選手権試合、後楽園大会で実現。さあアニマル浜口、エルボーを落とした天竜を表に向かせて思い切ってエルボーをかませます。今度はヘッドバット攻撃だ。コンディション作りはうまいぞアニマル浜口。さあ行った、また押した、天竜を押しまくる、そして長州力に渡す、長州対天竜。さあ場内沸きます、満員の八戸市体育館。いや、いいところで出てきますね。いいですね、このパワーですよ、はい、天竜対長州、武道館決戦後もその闘志が火のごとく燃え上がったままであります。山田さん、この2人の間にはなんていうんでしょうか、冷却期間というのはないんですかね。ないですね、本当に両方とも熱い戦いですね、はい、もうね、精神面でも肉体面でも、はい、まあ、ありとあらゆる全力を尽くしての戦いがね、毎日続いてますよね。すごい闘志がほとばしる両選手であります。長州力です。今度はキラーカーに渡す。キラーカーも同じく長州力と同じパターンの攻め。この辺りのトリオの息のぴったり、なかなかうまいですね。なかなかね、西村は非常に連携がいいですね、スリーパーホールドであります。1人から2人、2人から3人へのつなぎ、これは見事に構想しています。長州力、負けじと鶴田も闘志を燃やしてトップロープに上がって、俺が出ていくぞという姿勢を見せました。さあ今度はうわーっとキラーカーの140キロを抱えてコーナーまで吊り下げた。さあゾロスチョップ、そしてモンゴリアンチョップへのつなぎか。ここで石川初めての登場。石川が行くぞ、相手はキラーカーンだ。突進する石川、さあ今度はエルボーを落とす、うまくもうタックル、相手を飛ばした。そして長州を呼びか、アニマル浜口を呼ぶか。まずは長州が相手だ。力が入る石川隆、右手の力こぶ、闘志がみなぎります。おーっと頭から突っ込んで足をすくった。さあ最初にサソリに行った、サソリを打たせません。石川隆、今夜は長州力の軍門に下るか。力がさっと入りましたね。そうですね、足の取り方なんか非常にね、うまいですよ。X 字に固めます。あれだけね、エキサイトしてるように見えながら、4点の冷静な技のかけ方、はい、これがやっぱり長州選手のね、怖いところですね。まさに軍団構想の天王山だ。
長州力、さあ抱え上げたボディスラム、速いスピード、バチッと決まりました。もう一回抱えて首投げ一戦、スリーパーにとって今度は浜口に渡します。浜口と石川、来週の後楽園大会でアジアのタッグの争奪戦があります。ベルトをかけて争います両陣営、その今夜は前哨戦八戸大会、有丸浜口飛び込んだヒップドロップ、顔面に落とした、おっとこれは難しい技を見せましたね。そうですね、非常にね、あの浜口選手っていうのもね、はい、予想今度は石川攻めをしますね、無理やりバックから回って、まずはバックドロップで有丸浜口を切って取りました。そしてジャンボ鶴田に渡します。さあ鶴田がジャンピング、いやドロップキック、足は健在、鶴田足は健在、鶴田がしみじみと言ってましたけども、右肘でよかった、俺が膝をやられてたらもう致命的だというふうに言ってましたね。そうですね、本当にそれはね間違いないでしょうね、はい、膝はやっぱりねもうポイントですからね。そうですね、しかしまあ高校時代から、おっとクロスチョップは反対側から飛んできた、キラーカーンのクロスチョップ、ね、目に見えないとこから飛んでまいりました。正面からは力のチョップだ、力対鶴田、力対鶴田、さあ激しくやり合う両選手、すごいすごい肘の張り合いだ。長州が言ってました、ジャンボ鶴田とはタイプが似ているので、同じスタイルで負けたらこの世界から足を洗わなくてはならない、こういう風な凄まじいコメントを発表しています長州力であります。足を取りますサソリへの除去区間、この長州力の発言は凄みがありますね。山田さん、そうですね、負けたら足を洗うんだそうですよ。まあね、これはもうピンホールでね、はい、完全に取られた場合そこまで考えるでしょうね。そうですか、本当にやる気を出しています、全身からほとばしる闘志、これが長州力です。さあもっとうまくせいだ、サソリ型は打たせません、スコーピオンデスロック、まだ未完成だ。アニマル浜口が飛び出してまいります、今度は足4の字に入るのか、しかし鶴田も長州力の足首をガッツリ取ってますからね。そうです、ホールドしてますね、ホールドしてますから、この後の流れ技にはつながらないでしょう、あれ以上深くはいかないですね、さあ石川がギロチンドロップを落とした、さあキラーカンが飛び込んでくるところ、石川はキラーカンを相手、さあステップオーバーのトーホールド、鶴田足は長いぞ、ジャンボ鶴田ステップオーバーのトーホールド、そしてボストンクラブか、サソリにはこのボストンクラブは対抗できそうだ、ボストンクラブに行きます。ジャンボ鶴田この技どうですかね、やっぱりね、これ完全に裏返せばね、かなり効きますからね、はい、体を縦にしてますね。そうですね、今ステップオーバーしました、これで完全に入ってますが、しかし長州力この両方の腕タイナの力でグイ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 跳ね返そうとしています。有丸浜口が助っ人、さあ長州力を捉えてレッドコーナーに連れてきた、スープラトーン鶴竜いった、ダブルエンズイ、いやダブルエルボー、エルボーですね、当たりましたね。今度は天竜が相手、天竜と長州力触れました、相手を叩いたぞ、キラーカンが飛び出してくる、今のところ一進一退の攻防流れ、さあ天竜から石川隆、スモーチョップ一発かませて、さあいった、これだスモータックルがいいぞ、石川隆自信持ってますね。そうです、非常に今のタックルね、はい、タイミング良かったですね。そうですね、今ジャンボ鶴田が出番が多くなります。今石川隆は自分を売る時期ですよね。そうですね、もうとにかくね、ステップでね火の玉になっていかなきゃなんですね。そうですね、一気に鶴竜を抜きたい、あるいはまた鶴竜の息まで達したい、それが現在のこの石川隆の気持ちでしょう。相手はキラーカンです。有丸浜口を呼び込んだ、フライングエルボトップロックを取ってきた、そのままカバーの体勢、石川必死で跳ね返す、アジアタッグのベルトを交えての攻防が来週の放送で展開される。負けてはならない石川、大きくショルダーするレッドコーナーに飛び込んできた、さあいいぞ天竜、ここでマンのアートミックドロップを打った、待ってましたとばかり天竜の攻撃、凄まじい勢いで有丸浜口を捉えます、直射砲を打ってきますね。そうですね、やっぱりねこれだけのトリオ同士の激突になりますとね、はい、目が離せないですね。そうですね、八戸大会はこの分断交渉の天王山になりました、いい勝負になっています。
本当にいい勝負ですね。本当ね、もう6人がね、それぞれね、自分のね、持ち味っていうのを全部出してますからね。鶴田も右肘の痛みを忘れました。さあ、ボストンクラブだ。これは対長州力への力作戦の一つでしょうか。盛んにボストンクラブを出します。サソリ語りに対するボストンクラブ、これを考えてるんですか。やっぱりね、足殺しというのはね、あの相手の足を殺してくれば誘いも出ませんよね。そうですね。さあ、長州力が今度は正面から飛び込んでまいります。スッと目標を変えるジャンボ鶴田。長州力を堂々と来いというふうにアピール。さあ、2人の大激突、本当に待ち遠しい。長州対鶴田、鶴田対長州。さあ、右の張り合い、トップ合戦。今度はおっとガリアット潰しでしょうか。そうですね、ガリアット潰し、トップロープに腕を巻いた。さあ、ジャンボ鶴田、インサイドワークを発揮。ここでひとまず石川にタッチをしておいて、ツープラトーン。さあ、肩口に当てた。肩口に当てました。そしてアームブリーカーに行きます。あまり長州力もここ打たれますと鶴田と同じように右の手を痛めますね。そうですね、やっぱりあの18番のラリアートにね、影響してきますね。そうですね。さあ、今度は石川天竜も呼び込みます。腕をひねっています。さあ、今度は川津落とし。さあ、そしておっと腕式十字固め。十字ですね、完全に右の腕を殺します天竜です。これはどうやら全日本軍団は考えてましたね。そうですね、ギロチンドロップが飛んできた。腕式十字固めを外す鶴田が猛烈な勢いで長州力の腕の付け根、思い切って打ちまくる。さあ、これで長州力の右の腕もちょっと痛めつけられました。さあ、ハンディキャップ多いそうだ。今度は赤コーナー、切削に長州力を巻きていった。長州力が右の肘をカバーを狙ってきました。先週までご覧いただきましたように、先週まではジャンボ鶴田が右の肘をかばっておりましたが、この八戸大会からやや流れが変わってきた。長州力の右もあるいは負傷したかもしれません。今のは完全にやられてますよ。さあ、円陣で攻める、天竜が円陣で攻める。左の腕どうか、長州力。さあ、もう一回、今度はストンピング攻撃。ジャンボ鶴田、さあ、負傷を負っておりますが、まずジャンボ、ジャンピングインパクト、スピードがありました。まさに顎の先端をヒット。さあ、畳みかける鶴田が怒り狂う。鶴田のファイト冴えますね。もういいですね、これほどの勢いですね。はい、ちょっと見たことないですね、もう全ての面で吹切れたんでしょう。対長州力戦、さあ、シックスメンタグマッチでありますが、まるで1対1の対決を見ているようだ。長州力攻めることができません。長州力ディフェンスに回りました。ディフェンス一辺倒、何が起こったのか。長州力全く攻めることができません。今半身、今度は垂直落下式バックドロップ。いやー、電光石火のように打ちました。いや、しかしね、もうかなりねダメージを負ってますね。負ってますね。さあ、今度はスコーピオンデスロック、あくまでもサソリを狙う。あくまでもサソリを狙います、長州力。さあ、もう一回、これで左の足がこうなったら決まったぞ。鶴田が仕掛けられました。石川が踊る。左の肩口を当てました。すぐにこのストップンデスロックを解きほぐします。あまり長い時間はかかってませんでしたね。そうですね、あれは長くやられると危ないですよ。今度はツッパトーン、長州軍団バックドロップと、それにアニマル浜口がネックブリーカードロップを合わせましたね。そうですね、完全に2人がかりのダブル攻撃、すごいダブル攻撃。さあ、キラーカーンもエキサイト。鶴田を起こして、今度はキックを浴びせる。もう1回、体の大きい140キロ、今度はトラースキック。すごいトラースキック、あごの先端にヒット。新しい技を出したキラーカーン。今度はワンハンドのバックブリーカーだ。シュミット式のバックブリーカー。キラーカーンも全開、すごいファイト。ニードロップは失敗。鶴田よく見ておりました。ここで天竜に必死で渡す。天竜が正面を向いた。すごい張り手チョップ。うわーっと、いた。天竜がいった。失礼して、うわーっと飛ばして、カウンターのエルボー。これはすごい、今の一発は来ましたね。カウンターのエルボー一発で
140キロの巨体、195センチを倒した。そして子供や円陣切りだ。場外に送り出しました。天竜のこの気迫はすごいね、山田さん。すごいファイトですね、もうとにかくね、はい、キラーターンがね、完全にあの円陣でね、目がうつろになってましたね。そうなんですね。さあリングの中は天竜とそれからアニマル浜口、長州力が何やら指図をしています。場外はキラーカーンとジャンボ鶴田、リングの中天竜が入っています。キラーカーン、相手がキラーカーンです。キラーカーンを今リングの中に上げました。堂々とリングの中で肩をつけようというキラーカーンでありますが、あーキラーカーンの下が切れましたね。さあ流血、八戸大会流血の軍団構想。いやまだまだ体力が戻ったとは言っても、まだ病が癒えてから2、3週間しか経ってませんから ね。 そうですね。これはキラーカン、ちょっとこの流血は効きます。すごい大流血、額を切りました。そしてフライングボディアタック、石川隆、フライングボディアタック、血で滑る。さあガンガン全日本軍団がリードする今夜の軍団闘争。足を取って、さあテキサスクローバーに行くんですか。あテキサスクローバーホールド、長州力のラリアット。全くもうどっちが有利なのか分かりません。いやもう、ね、全くね、はい、今度はジャンボラリアット、やりましたね。キラーカンに打ちました。そのまま抑え込むが、カウント3が入ったのか、入ったようだ。カウント3が入ったようだ。カウント2ですか、まだカウント2です、まだカウント2です。さあ最後はハトリレフリー、もう一回ジャンボラリアットか。今度はキラーカーのキック、そしてロンゴリアンチョップ、たまらず膝をついた鶴田。さあ膝をついたぞ、今度はスモールパッケージ、足を取っての首固めです。さすがにうまい鶴田、狙ってた冷静、あくまで冷静。八戸大会軍団闘争の天王山は見事にジャンボ鶴田がスモールパッケージホールドという意外な技で勝利を握りまして、全日本軍団の大勝利になっています。いやそれにしましてもものすごい勝負でした。そうですね、しかしあの乱戦の中で、はい、とっさにあのスモールパッケージに持っていった、はい、さすがに鶴田選手ですね。そうですね、あの辺のね落ち着き、もうあれだけエキサイトしてる中で、はい、もう本当に動物的な感、経験によるものでしか言いようがないですね、はい、そしてそのサイドを固めた天竜と石川も今日はもう立派の一言に尽きますね。そうですね、実に素晴らしい働きでしたね、はい、まあ、しかし維新軍もね、ものすごい頑張りを見せましたね、はい、鶴竜プラス石川隆、これはもう本当に全日本軍団も最強のトリオ、最強トリオですね。それから長州力、アニマル浜口、キラーカーンも最強のトリオ、素晴らしいね。勝負には負けましたけれども、はい、やはりいいチームですね。そうです、今日はねもうプロレスのね、醍醐味をね全て見せてくれましたね、はい、そうですね。しかもリング上は非常にこの30度近い熱風が吹き荒れる、コンディションとしては最悪なんですけれども、それだけの勝負を見せた軍団構想、まあ、夏の陣に入りましてからこの軍団構想、選手もエキサイト、お客さんもエキサイト、何かこの八戸市体育館が混然一体となりまして、まさにプロレス閉幕という感じがしましたね。そうですね、本当にヒートアップ、はい、もう全館全員がヒートアップしましたね。そうですかね、非常に格闘競技の盛んな青森県、柔道世界チャンピオンの斉藤仁志を生んだ青森、それからレスリングのロサンゼルスオリンピック銀メダリスト赤石を生んだこの青森県、そういった土壌がありますので、お客さんも熱心に観戦、大いに盛り上がりました。最後の軍団構想は18分14秒、今日は全日本軍団の勝利でございました。熱風サマーアクションウォーズ日程です。今晩北本、21日佐山、24日草加、26日奈良、29日鹿児島、30日福岡では PWF ヘビー級選手権です。
サマードリームフェスティバルは8月2日札幌で開幕、5日大阪城ホール、7日後楽園、最終戦は8日大宮です。来週は熱風サマーアクションウォーズ後楽園大会から長州カーン八つ組対ハンセンブラックベルレッド組、馬場鶴田天竜組はレイス木村鶴見組と対戦です。そしてうまさが加速した本日発刊キリンビールライト。太陽が体の中に沈みました。ビクターのビデオテープダイナレック。心軽くなる。俺たちのダモンブレイク後世から。夏が燃えます、つないでみんなくるくる、みんなくるくる。夏は緊張蚊取り線香ですね。緊張の夏、日本の夏。プラス1個を持ってこい。キリンビン生。